ユナイテッドをサッカーボーリングで当てた数アイコニックガチャ引きます。こちらにボーリングのピンがありまして、こっちにねスポンジボールがあります。2メートルか3メートルぐらいの距離なんですけども、はい、今からサッカーボーリングを順番にやっていきます、はい、それでこのピンを倒した数に近く1回ガチャが引けるんですが、なるほど、最終的に勝敗はアイコニック選手が出た方が勝利になります。おお、もちろん多く倒した方が引ける量があるので、うん、当たる確率は高いです。ただ別に当てる数少なくても運で当てる可能性がありますので、まあそれでね勝敗の方をつけていけたらなと。チャレンジスタート。はい、ということで、はい、まず先行後攻じゃんけんいきますか。いきますか。え、今出しました先輩。今出しました。あの出てたな。最初はグー、じゃんけん、じゃんけん、じゃんけん、ほい、先行でいきましょう。ということでですね、ありがとうございます。先行でいきます、先行で。先行でいいですか。ありがとうございます、本当に。じゃあ、やっていきましょう。はい。よし、それで行かせていただきます。お願いします。よし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 、結構なるか。7本です。おー、オッケー、いいんじゃない?7本。7でアイコニック仕留めてるぞ。いきます。お願いします。同じ樹海さんの方から引いていただきたいと思います。はい、ということで今回はアイコニック選手出るのがデイビッド・ベッカム。若いベッカムだって前のベッカムに比べると能力値が、ね、やばいね。これグランドパス、フライパス97、だってこの時点でプレスキック99なんだね。恐ろしいよねこれ。瞬発がすごいな。スタミナもやべえから、もう最初の時点で92あるからね。ということで、まあ、コンディション安定度も8。ありがとうございます。スコールズ選手ね、パスやっぱすごいね、高いな、うん、グランドパス、フライパスで全体的に能力がもう赤がほぼないで、スタミナもありますし、でコンディション安定度こちらも8ということで、はいはい、いややっぱミドルシュートのイメージあるからね、うんうん、ポールは。はい、で、最後ギグス選手。若えギグスで、はい、左サイドハーフで能力値がわ強え、強いね。ドリブル、パス、もう何でもできちゃうねこれは、うん、スピードもありますし、いやスキルもやっぱすげえな、もうめちゃめちゃついてる、なんか。はい、ということで能力こんな感じですね。はい、ということで1回目引いていきたいと思います。さあ、もうユニフォームの色、もうこの時点でね、はい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 、アブドゥル・ラーマン・ババ選手、チェルシー。 B チームみたいで嫌だなこれ。確かに、続いて2回目。はい、うわー、どうなる、こっから。フレッチ選手。いや、フレッチ欲しいわ、持ってなかった俺も。さあ続いて3回目引いていきます。はい、頼むよ。イスマイラサール選手。俺この選手結構なんかアイコニックガチャの時引いてる気がするな。終わりには多分退団されてるんでしょうね。やっぱりね、どうしても新規加入選手として今来てましたわ。移籍という形になってしまうんですけど。さあ4回目、トッテナムかな、うん、ライアン・セッセニョン選手。続いて5回目いきます。バイエルン。バイエルンだね。ベンジャミン・パバール選手。おお、取ったな、もう取ってるわ、うん、さあ続いて6回目。うわ、もうそんな引いてんのか。はいはい、ここまではね。え、ピクショー、デヤ、デヤだ。うわ、ちょっとキーパー紫じゃんこれ。ビビるわちょっとビビるね。焦った、マジで当たったかと思った、うん、もうラストだ、ラストだね。うわ頼む、うわアイコニックだったらマジで誰でもいい。あ、他の人に違うな。ヘナン・ロディ選手、はい、引けずということで。いやもう俺引いて終わりますわここで引けたらもう勝ちだもんね俺の。そう、あぶね、とりあえず先制これ垂れたわ俺。はい、それでは、はい、僕の1回目の方からやっていきたいと思います。僕の方もね7回引けるんで。怖えよ。お疲れ様でした。さっきのデヘアが悔やまれるわマジで。おぉ、オッケーオッケー。うぇー、怖い怖い怖い。いや、いけた。ルークショー。もうイングランド来るたびにこれ味わわなきゃなんねえんだろうな、ね、2回目。いいよいいよ。うわー、おー、ビッグショー、ちょっと怖いねビリー・カマジェロ。さあ3回目。うわ、これまた、よし、おお、ジョーンズ博士ね。ジョーンズ博士、ジョーンズ博士よ。何を研究したのや。お疲れ様でしたおい、お願いします。うわ
うわ、トッテナム、スティーブン・ベルフワイン、はい、5回目、メイソン・マウント。早いな、早いぞこれ。うわすごいな、いいね、イングランド率がチェルシー、エイブラム。さあラストです。いやここはつなぎたい、次のタイム、ラストで。いやもうね、サッカーボーリングなんてやらせませんよえ、またイングランド来てる。おお、黒マガイア、すげえな。だから全部マガイアでも持ってるな俺。ということで、今のところ7回7回引いたんで出なかったんですけど、アイコニック出るまで引くんですが、はい、次は、サッカーボーリングやってまた倒せた数でここに持ってくると、ここに持っていてまた引くと。さあそれでは行かしていただきますよ。いやーマジで本数欲しい。はい、04です。ストライク来たぜ。よし、年も出ました。年もは出てない。さあ後半いきます。10球で引かれてる場合もあるからね。そうそうなんだよ。あ、9点。そうだけど行ったぞ。勝ち。ということでここ10回獲得できましたんで。マジか。いやここしかないでしょ。ここでかいな、この10は。そう。あとは先輩100回ぐらいの経験あるから。いや100の壁あれ地獄だよマジで。本当に。あそこの近くまで行ったらもうマジで地獄。俺もね、あの旗から見ててすごい辛かったわあれ。なんかね、もう引きましょうか。そうだね。なんかさ昔のことなんかさ引っ張り出してきたって結局意味がねえわけよ。大事なのは今。だからもうここで引きますから。過去を恐れるな。あ、ちょっと待ってなんでだよ。エルジフ・エルマス選手。さあ続いて2回目。もういいんだってそろそろさ。これ確定演出とかない。おお。厳しいね。おお、バイリー、エリック・バイリー選手、もうレベルマックスだ。3回目。ただ10回引けるからな。うん、まだまだ全然チャンスある。来たよ。うわ、どうだ。おお、うわ、コメント欄の報告で 2,3 回で引きましたとか、もう本当かよって思うもんこれ。嘘だと思ってんのかよ。だって早くない、羨ましいやん。いや嘘だろうな嘘かなあれ。いや分からん、マジで引ける人は引けるからな。俺ら言っても結構早い時に引いた時なかったっけか。だから連続で引いた時は1回はあった。ローマンと、ん、行きましょうか。行きますか行きましょうか。ちょっとその過去のことをさそうだ、ね、いち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 掘り返したってしょうがねえわけよ。これからのことだよ。そう、うん、で今俺も3回引いてんだ。てかもうこの3回引いてるとか過去のことなんてもうどうでもいい話だからな。そうだな、多分もうやめとくか。いやそれはダメだ。いや怖いじゃんもう。うん、いや怖さはあるよ。4回目、先輩の顔が怖いじゃんすんごい似合いの部分。あ、スペインですよいや色違うなって思ったんだよ。レアルではない。いやレアルじゃないこれ、バレンシアだった。いやそうだよな、だってレアル4番ってさラモスだ、ラモスだ。さあ5回目違う。うわー、今度こそレアルよ今度こそは。うわー、うんうん、エデル・メリトン選手持ってなかったわ。先輩ではない今の。俺だったら白のはずなんだよ、玉が。金玉じゃないんだよ。茶色です。あ、ちょっと待って、来てる。え、これケパ？ケパじゃない、違う。あ、おお、でも俺ずっと欲しかったんだよ。俺トレードで変えたわ。あとリベリー選手もちょっとそこ変えとこっから。俺もリベリークソ強。そして7回目です。本当ですか。本当です。なんでこれ、うわー、バレンシア、バレンシアです。フランシス・コクラン選手。え、もうちょっと待って、8回目なんだけど。え、これ、いやー、わかんないわかんないわかんない。こうやって引くんだよ、こうやって引いてで、こんなことやってんだから。おい、いいなのがやったって。うわー、ブルーノ・フェルナンデス選手。うわー、ここがな、やべえ、アイコニックだったらな。うわ、来るぞこれ。あと90だ。怖い怖い。9回目。危ない危ない。セーフ、セーフですハウメド・メネチュ選手。いやさあラスト、ちょい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 、せっかくのストライクが。ほんとだよ。いや、ここで来るでしょ。あ、いい。あ、やばいやばい、怖い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 。危ない。うわー、ね、スバイリー選手だ。かぶせてくるね。じゃあということで、うわー、次 A さんだ。8回だよね。僕の場合は8回なんで。そうですよね。いやー、怖っ。変えた？よし、いましたいました。あ、なんだよなんだよそのおませぶりの顔はびっくりした。マジで来たかと思ったじゃん今。深いおともり。さあ2回目なんか全然違うじゃん
バイフかな。あ、パムアール来ました。おお。てか俺持ってなかったんですよ。これが1回目ですか。多分3回目だと思います。過去なかったことにはならないんですか。なんでよ。もう怒っちゃうんだからもう。オッケーオッケーオッケー。履いたわ。あぶねえ。黒引いてる。ブルーのヘルナッツキャップ。かぶってくるね。ここまで来るとやっぱ。ね、次4回目。そろそろアイコニック来るはずなんだよ、ね。いや来るよ来るよ。本当に。あ。いいよいいよ。なんで。よし。スコールズだ。やだよ。またアイコニック来てやがった。やったぜ。めちゃくちゃ嬉しいよこれは。いやーいいね。これどんぐらいレベル上がるんだろう。ぶち込もうかな。だから合計俺11回目で引けたわ。俺もう17回引いちゃったんだけど。はい、どうも。はい、ということで僕のマンチェスターユナイテッドスカット完成いたしました。はい、マクトミエ選手がまあ、ポジションちょっとね、まあ、人数が3トップ組めなかったということで左に置いてますが、こんな感じですね。でサブの方がこんな感じになっております。でスコールズ能力がボールコントロール95、グランダーパス95、フライパス、まあフライパスかかんないけど、もうキックルすげえ2ずつ上がってるもんね全部。うわースコールズこれ早くあれだ ね、 いいね、実戦で使いたいね。ということでまあラストね、あのサッカーボーリング最後やって締めましょうか。 VTR どうぞ。7本ですね。だ勢いよくやらないとダメなんだ。ダメだね。寄りかかっちゃってる。